パウロ6世は、第262代ローマ教皇、カトリック教会の聖人、本名は、ジョバンニ・バッティスタ・モンティに、第2バチカン公会議を、ヨハネ23世から引き継いで全うし、その理念の実施を促進、パウルス6世とも表記される、数奇教としての紋章を着たイタリアのサレッツオの、田舎貴族の家に生まれたジョバンニ・モンティには1920年に、死祭除解された。 グレゴリアン大学などで学んだ後、ピウス11世の時代に、教皇庁の国務長官、パチェッリ・スー・キ教の下で働いた。パチェッリ・スー・キ教が、教皇ピウス12世に選ばれると、公認の国務長官、ルイジ・マリオーネ・スー・キ教のもと、モンティーニはファシスト党や、第二次世界大戦時に、イタリアを占領下に置いた、ドイツのナチストとの交渉など多くの困難な任務に、当たった。 マリオネ・スーキ教が第二次世界大戦中の1944年に死去すると国務長官の代行としてモンティーニとドメニコ・タルデイニが任じられハンド・イツ・レジスタンスの保護に尽力する1953年には養殖であるミラノの大司教に任じられた通常はスーキ教へのステップとみなされる地位であったが彼の牽制を嫌ったピウス12世はモンティニには 数奇教職を与えなかった。ピウス12世が亡くなって、ヨハネ23世が教皇職に就くと、すぐさまモンティーニは数奇教に任命された。教皇パウロ6世としての文章大官編集、モンティーニはヨハネ23世の良き協力者として、第二バチカン公会議の運営を行った。ヨハネ23世が会期途中で死去すると、モンティーニは、 教皇に選ばれ、パウロ6世を名乗った。パウロ6世は、自らの教皇官を、アメリカのワシントン DC にある、無限在の親鳥の聖母教会に寄贈した。ちなみに、パウロ6世が、最後に、教皇官を受けた教皇となった。次の教皇ヨハネ・パウロ一世は、退官式を拒否して、就任式に変更し、以後の教皇もそれに習っているためである、教会改革。 編集第にバチカン公会議におけるパウロ6世。パウロ6世は公会議を全うさせ、その理念に基づく教会改革の実施に取り組んだ。また、パウロ6世の下でシノドスが初めて行われ現代に至っている。教皇としてパウロ6世が1968年に発布した会直クマーネビテは大きな論議を呼んだ。それはカトリック教会が 人工的な三次制限を否定したためであった。この人工三次制限及び、司祭の独身性という二つの問題はこの時代に、全世界で論議を呼び、教皇の頭を悩ませた。旅する教皇、編集を訪れた国、旅する教皇と言われた、パウロ六世は、初めて尽くしの教皇でもあった。教皇として、初めて五大陸をめぐり、初めて飛行機を利用した教皇となり、 初めて聖地エルサレムに足を踏み入れた教皇にもなった。エキュメニズムにも心を注ぎ、教皇として初めて英国国教会のカンタベリー大主教や東方教会の総主教たちを訪問、聖教会のコンスタンディヌーポリ総主教、アシナゴラスとも会談した。また、パウロ六世時代に数奇教団の人数が増やされ、80歳以上の数奇教のコンクラーベでの投票権を廃するなど、 強行選出の方法の改革が行われた。精力的に活動し、全世界を旅した、パウロ6世は、第二バチカン公会議後の新しい強行像を示した。パウロ6世は1978年にカステル、ガンドルフォーのガンドルフォーで死去したが、パウロ6世の示した、現代の強行としての姿勢は、後継の強行たちに引き継がれていった。劣服、劣勢。 編集パウロ6世の死から36年後の2014年10月19日に教皇フランシスコによって劣腹された。胎児の脳腫瘍が消えたのが彼の取りなしによる奇跡と認められたのだった。劣腹式には全教皇ベネディクト16世も出席した。2018年3月6日、フランシスコはパウロ6世を含む副社5名の劣勢に必要な奇跡を認め、 領の発布を承認した5月19日には、副社6名の劣勢が決定し、10月14日に、バチカンで、劣勢式が執り行われることを発表。予定通り同日に、教皇フランシスコによって、副社7名の劣勢式が執り行われ、パウロ6世は成人であると宣言された。この結果、ヨハネ・パウロ1世以外の、20世紀後半に着座した、教皇全員が成人となった。 いくつかの写真を提示し、鼻の形や位置、耳の形の違いによって、途中から替え玉がいたのではないかと疑義を示す者がいる。本物と替え玉を目撃したという証言がある。中には、正門の違いを指摘する者もいる。ありがとうございます。